たか？いや、まだ見つかっていない。必ずいるはずだ、探すぞ。己、下民の分際で我が屋敷を襲撃するとは身の程知らずだ。お父様、私も戦います。お願いします、お父様。ダメだ。お父様、何を。あちら。お父様、これは。賊め、私をフレーゼとしてのことか。何？バカな、下民にこんな魔力が。貴様、ミネス、まさか他の連中も。平民上がりが出しゃばりすぎたな。貴様のような奴が力を得るとろくなことにはならない。何？この国に忠誠を誓った私を侮辱するか。王はこのことを。全ての人々が魔法を使えるこの世界、これは魔法が全てのこの世界で、生まれつき全く魔法を使えないアスタという少年の物語。魔法が全く使えないにもかかわらず、クローバー王国魔法騎士団黒の暴牛に入団したアスタは、仲間たちと共に数々の強敵に立ち向かう。戦場では弱いのが武器、存在する価値。俺はそんなお前を壊すな。そうかよ、じゃあ俺を壊してみろ。その質問。キスケ、今よ。あきら、いっそ。なんだ、その力は。これで今だ。今よ、負けたこと。負けたろ。どうだノエル。負けたこと。さあ、負けたこと。そんなバカなこと。今だ。まだ任せろ。どうだノエル。そんなバカな、これでまだ戦える。今よ、消えろ石ころ。諦めないのが俺の魔法だ。白弓、邪魔だ。そこだ。これで諦めない。どけ。ボーランの方邪魔だ。まだだ。そんなバカ。どうなんだ。行くぞ。まだ戦える。そんな、俺は負けない。お前はまだ戦える。邪魔だ、消えろ石ころ。石ころは石ころでも俺はダイヤモンドを砕く石ころだ。
仲間と力を合わせマルスとの戦いに勝利したアスタ。その後も幾度となく訪れる危機を仲間に支えられながら乗り越えていく。そして